はい、皆さんこんにちは。今日は仮説検定の考え方というものをお話ししたいと思います。で、何を元にちょっとやるかなんですけれども、2022年から高校の数学1の中で実は仮説検定というのが出てくるんですよ。で、その中で、例えばこんな風に扱うといいのではないかというちょっとね、参考資料が、こういったものがありますので、ちょっとこれを元にね、お話をしていきたいと思います。だからガチガチのね、大学数学まで知らないとできないみたいな解説ではなくて、今後のね、高校生にはこんな風に教えるんだろうなっていうのを想像しながら解説していきたいと思います。で、問題設定はこれです。新しい素材の枕を作りました。で、その枕をね、30人に、こう配って、その30人から回答を得て、24人の人が、以前よりよく眠れましたと回答しましたと。この時に、この枕、新素材の枕はよく眠る効果があるというふうに言ってよいかっていう、そういうお話です。で、ちょっと先にごちゃごちゃしたこと言っちゃうと、アンケートを取って、この24人がね、ちょっと気を使ってなんか良かったって答えてくれるっていう可能性もちょっと配慮しないと、配慮というか考慮しないといけないと思うんですけど、ちょっとそういったことはね、リアルでやんなきゃいけないだろう、そういうことはちょっと一旦置いときます。この24人はちゃんと自分の意思で、よく眠れたってちゃんとこう答えたっていうふうに仮定します。で、これの判断をどうすればいいかなんですけども、統計のね、知識が全然ない人だと、80% いいって言ってるからいいじゃないですかってね、こういうふうに言いそうなんですが、だったらじゃあ何%以上からだったら効果あるって判断するんですかって話になるじゃないですか。だから統計の力を使って、この24人っていう数字がね、本当に効果があるというふうに判断していい数字なのかっていうのをね、判断というか、判断ですね、判断していくという、ことをやりたいわけです。で、じゃあどんなふうにやっていくかなんですけれども、これはですね、仮説検定という、道具というか、やり方をします。仮説検定、効果があった、本当に効果があるかないかっていうのは分かんないわけですよね。実際はね、効果があったかないかっていうのは分からないわけだが、一旦ですね、効果がないと仮定するんですよ。で、効果がないと仮定すると、そのこう分布が作れて、ちょっと確率の、確率統計の道具を使うことができるので、一旦この枕は効果がないと仮定しましょう。効果がない、仮定は、効果がないとしましょう。この枕は、全然効果がないと、新素材と言ってるけども全然その、よく眠れるようになるという効果はないと仮定します。そうするとどういうことが、言えるかというと、効果がないということは、その人にね、これ聞きましたかって聞いた時に、この人は効果ありましたっていう可能性と、いやいやあんまり変わりませんでしたよっていう可能性が、これちょっと2分の1ずつだと考えられるわけですね。効果が、ありました、ランダムでね、たまたまなんか別の要因で効果があったっていうかもしれないじゃないですか。だから枕にね、その新素材の枕に、ね、よく眠れる効果がなかったというふうに仮定すると、そのアンケート、枕どうでしたかって聞いた時に、あ、よく眠れましたよっていう人と、いやいやあんま変わりませんでしたよっていう人がちょうど半々ぐらいに出るだろうと考えられるわけです。つまりそのよく眠れましたっていうふうに答える確率が2分の1だろうっていうふうに仮定することができるわけです。効果がないってことは、つまりその、よく眠れた、よく、眠れたと答える確率は2分の1になるということです。この仮定をすると、その30人に対してアンケートを実施するという、その操作というか、その、作業がこういうモデルで表すことができます。これはですね、透明のカバンの中に1円玉が30枚入っています。で、それぞれの1円玉には片面にだけ
こういう見えますかね、黄色いシールが貼ってあります。ちょっと 見えますか、ちょっとなんか黄色いのポツポツ見えますよね。1円玉の片面にだけ黄色いシール貼ってるんです。でこの中には、それが30枚入ってる。つまりこの中に30人人がいるわけですよ。で今回のこの仮定のもとに要するにこのこれが一人一人の人間だと思って、こうやってシャッフルして黄色い面が上に出た時はこの人はよく眠れましたって答えたというふうに考える。で裏面の、そのシールが貼ってない方が上に上がってる人はこの人はよく眠れませんでしたって答えるというふうに考えるわけです。だからその今回のねこのよく眠れたっていう、いう人とちょっと取り出しますか一旦。このよく眠れたというよく眠れましたよっていうふうに答えてくれる、可能性と、いやいや別に変わりませんでした、普段と一緒でしたよっていうふうに答える可能性が、それぞれの人に対してそれぞれ2分の1ずつだという、そういう状況です。それで実際にですねこういう状況で、この30人にねこれアンケートを実際聞くことできるじゃないですか。こういう状況で実際に、100回アンケートします。100回ねこれ100回アンケートします。で、アンケートすると、まあ、おそらくですけど、まあ、ちょうど真ん中のね、15人の人がよく眠れたって答えたのが15人ぐらいっていう、まあ、この辺が一番こう多くなって、例えば、30人がね、全員よく眠れましたっていうのはあんまり起きないよね。これでコイン振って、全部表が出るっていう可能性はあんまりないですよね。だからこの辺はこの辺とかあとこの辺ね全部ゼロ全部裏面が出るとかっていうことはあんまり起きないはずだから、ちょうど15人の人が、よく眠れたって答えるのが一番多くて、まあ、なんとなくこんな風に分布してるだろうなっていうのが想像できるわけです。でその分布をもとにじゃあ、この24人がよく眠れたっていう、そういう、答えをしたっていうのは、よく起きうる、その事象なのかっていうのをチェックするということです。この分布を作った後でもちろん平均と標準偏差計算できます。それちょっとこっちパソコンがあるからこれ出てきた数値をね、打ち込んで平均と標準偏差、計算ができます。で平均から標準偏差2個分以上離れているような値24っていうのがね値であったならばこの仮定っていうのはちょっと無理があるんじゃないかというふうに判断して、よく眠れ効果がないっていう仮定はちょっと無理があるから、あじゃあこれこの枕は効果があったと仮定する、あ効果があったと結論付けるというそういう話です。はい、ちょっとあんまり説明がうまくいかなかった気がするが、まあいいや、今回これ第1弾なんでちょっとこんなもんでいきましょう。はい、じゃあ、今から100回、30人にアンケートを取るという作業をやっていきます。じゃあ何人の人が、最初1回目は説明しながらやりましょうか。よくシャッフルして、これね、よくシャッフルしないと、こう、表表ってなってるのが、こう、上下にバタバタ動くだけだとね、また表表で出やすくなったりするから、ちゃんとね、シャッフルしてね、だんだん独立性を保証したいと思います。はい、じゃあまず1回目は、バーンと。はい、じゃあこれ数えます。ちょっとこれ机の上でやった方がやりやすいんですが、ちょっと今説明のためにね、空中でやってます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。12、10、13ですね。13。はい。13。はい、ここ一つです。はい。で、これ1回目終わりました。じゃあ2回目やっていきます。っていう感じでね、100回じゃあやりますからね。はい。はい、じゃあちょっと今途中ですが、ちょっと個数数えます。何回やったかまで覚えてないんでね、これは失礼しました。これ100回超えちゃってましたね。107回今、ちょっと
思考法終わったということです。すいません、ちょっとあの100回以上超えちゃいましたけども、今107回終わったんで、まあ、107回でやりましょう。はい、ちょっと計画が甘かったですね。じゃあちょっと個数を書いておくと4 4 9 11 17 21 14 10 11 24というような結果になりました。じゃあ平均と標準偏差を計算していきたいと思います。じゃあちょっとここからパソコンの作業に、なります。それじゃあ今やったデータをですね打ち込んでいきます。0000しばらく0で10枚になった結果が4回でした。11が4回、次9、次が11、17、21の14、10、11、24という形になりました。はい、それでじゃあちょっと結果発表ですが、こちらのね、表に、まあ、こっちにもね表ができているんですけれども、今回のねこの表が今ちょっとパソコン上のね、この画面に出ているかと思いますが、ちょっとこれはこっち側に寄せ、こっち側に寄せた方がいいかな、こっち側に寄せといて、はい、今ですね、ちょっとパソコン上の画面で、この表がこっちに再現されておって、それで平均と標準偏差計算してくれています。平均 μ が平均が 14.9、 15に近くていいですね。で、標準偏差シグマ、標準偏差シグマが 4.36 です。ということで、ここがちょうど、まあ、15がだいたいね平均に、なっていまして、標準偏差、標準偏差シグマで書きますが、標準偏差1個分が 4.36 で2個分を足すと 23.66 になります。21.23、23.66 だから、ちょっとこの辺、ここが、2シグマ離れてる、1シグマ離れているのが19だから、ここがあれちょっと変だな、幅がちょっと変だけど、19.30 だ、この辺か、ここが1シグマ離れてる、で2シグマ離れている、2シグマ離れているのが 23.6 だから、この辺か、ここで2シグマ離れてるということになります。ちょっと左側も書いておくと 10.57、6.21 なので、ここですね。ということで、今回の結果ですけれども、これでやっと結論なんですが、24人が以前よりよく眠れたっていう結果は、ここなんですね、数値としては。ここの数値が出てる。で、この数値っていうのは、今回の仮定のもとでは、2シグマ、2シグマ、よりも離れた値であるということになるので、かなりこれは、ありえない値ではないかと、統計の世界では2シグマ以上離れているとかなりねそれはあんまり起きない、ようなものだというふうに考えるので、これは、ここに入っているということは、相当ねこの24人が、よく眠れたって答えるのは、その効果がないっていう仮定にしてはかなり、特殊な値、かなり異常な値ではないかということで、じゃあ仮定に無理があるのではないかということで、この、新素材の枕はこの効果はなしという、これが、まあ、ちょっとある意味矛盾というかね、ちょっと仮定に無理があるのではないかということで、これが棄却されるということになります。ということで、まあ、効果が、ないとは言えない、つまりまあ効果があったと考えるのが自然だというような結論になります。はい、じゃあ今回ちょっと実験が大変長くてちょっと疲れたんですが、一応こんな感じで、仮説検定の、考え方ということでね、実際にその30人にアンケートを取るという作業をこういうシミュレーションでね実際のこの道具を使って、実際こう計算してみて、それで、平均から2シグマ以上、2シグマ以上離れた値であったので、棄却、この仮説、この仮定が、ちょっと無理があるっていうことで、これをね、仮定を否定するというようなことができました。これがまあ仮説検定の考えということになります。はい、
ちょっとこの動画ね、ちょっとあんまり前半の説明がうまくいかなかったので撮り直そうかなと思ってるんですけれども、ちょっと第1弾ということでとりあえずクオリティ低いですが、一応これで一応出しておきたいと思います。また今後もちょっと統計の内容はやっていきたいと思いますので、ちょっと私も勉強もしながらね、また出したいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ今回は仮説検定の考え数学1で2022年から導入されるんですが、それをあんまり難しいこう道具を使わずに実際にこう文法をね作成してみて、仮説検定を実際やってみるっていうところまでね、やってみました。はい、じゃあ今回はこれで終わりましょう。ありがとうございました。